森田先生、はい、今回はトイック〇〇点を超えるシリーズの第2弾ということで、はい、730点超える勉強法を伺っていきたいと思います。そうですね、まあ、600点超えた人たちの第2の壁とかって言われるのが730点なんですけども、600点超えてるっていうね、はい、まあ、前提だとは思うんですけども、はい、で600点まではですね、きちんと点が取れるところを克服していけば取れるっていう感じなんですが、それだけじゃなくて今回はまあ730なんで、いわゆる苦手な部分をできるように変えていかなきゃいけないっていうのが大事になりますね。 75% ぐらい取れなきゃいけないんですよ。だからまあ730なんで 73% って思ってる人いるんですけど、大体 73% だといかないです。やっぱり75超えるぐらいじゃないといけないので、まあ、できるようになってる部分がたくさんなきゃいけないっていう感じですね。イメージとしては 75% 超えないといけないってなると、僕は結構目指してた時はやっぱ最後まで解き終わんなきゃみたいな意識で勉強してたんですけど、はい、最後まで解き終わる人は全然ないですね。あ、そうなんですね。なるほど。かなりの人が勘違いしてるんですけども、やっぱりですね、正答率なんで難しい問題が結構多いので、まあ、特にパート7なんていうのはですね、はい、取れる問題をきちんと取るっていうのが大事になるので、ね、で、その取れる問題を増やしていくことが大事ですね。600だったら本当に自分のレベル取れる問題をババババババッと解いてって600超えた、730だとここ苦手だったけど取れるようになったっていうのを増やすっていうのが大事ですね。具体的に600点から730目指していくにあたってまずすべきことなんでしょう。まずやはり単語を増やさないといけないですね。金のフレーズなんかはこのチャンネルでも紹介しましたけども、はい、やはり聞けるフレーズですね、こう聞いてわかる、そして読んでわかるっていうのを増やしていかなきゃいけないですね、そしてパート5とか6だとですね、穴埋めの問題ですけども、コロケーションといってですね、この単語がこの単語とよく使われるとかっていうのを増やしていきますね。で、それで正解が選べるっていうものたくさんありますし、さらには読解の時に言い換えがわかるっていうのが大事ですね。この表現がトイックではこの表現に言い換えられてくるんだっていうのを知っておくことが大事になりますね。やっぱり読んで理解するっていうところをみんな、600点超えてる人だと結構力やってきていた人が多いかなと思うんですけど、リスニングってそこまで力入れてなかったりしますよね。そうですね。リスニングを伸ばした方がいいパターンと、リーディング伸ばした方がいいパターンで、具体的にやった方がいいこととかってありますか？まあ基本的にはリスニングの方が伸びやすいですので、リスニングをガンガンやるっていうのが大事になっていくんですが、ただパート3と4はリスニングのところで読まなきゃいけない部分がたくさんありますので、設問選択肢が、でその設問のパターンとか選択肢の単語がすぐに見抜けるとか、ただただ覚えてるだけじゃなくて、そういったことを意識しながら解いていくっていうのが大事になりますね。じゃあ問題文を早く読む力だったりとか、リスニングで使えるスキルみたいな、そうですね、テクニックみたいなのも磨いていく必要がこの壁ではあるということですね。絶対そうだと思いますね。だからまあこの辺からだともう公式問題集やるとかっていう人もかなり増えると思うんですけども、はいはい、公式問題集に出てくるフレーズをきちんと覚えておくとか、コロケーションを覚えておくとか、こういったことができることが大事になりますね。やりましたね。公式問題集多分 2,3 冊ぐらいやって、分かんなかったフレーズとか全部書き出して覚えてました。そうですね、はい、そういうところがだん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 必要になってくるかな。600までは正直そこまでやらなくても突破できる人が多いんですけど、この730ってなるとそのぐらいはやってほしいなっていうのがありますね。公式問題集ちなみにもし2回分入ってると思うんですけど、はい、2回で十分ですか？たくさんやりたいって人だったら、まあ、様々な、まあ、模試の参考書も出てますし、それをやるっていうのはあるんですけど、あれをただきちんと出てる表現を覚えるっていうのは結構大変です、あの2つだけでも。むやみに量を増やすっていうよりから1冊ずつ完璧にしていくみたいな方がおすすめっていう感じですかね。効率はいいと思いますね。とにかく表現を知っていくっていうのが大事なんで、トイックに出てくる表現を知らないっていう人があまりにも多いので、そこが大事になりますね。僕も実際勉強していく中で、公式問題集のリスニングのパート、これをもう何回も何回もシャドーイングして、リスニングが良かったんで、リスニング強化っていう意味ですごい公式問題集をやり込んでいた記憶がありますね。いろんな参考書出てると思うんですが、そこで攻略法とか書いてあると思うんで、そういったものはまあ身につける、でそれだけじゃなくて、やっぱ知ってる表現を増やすっていうのが大事になりますので、ですね、その公式問題集に載ってる表現だったりとか、単語帳に載ってる表現っていうのをですね、コロケーションだったり言い換えだったりっていうのを意識して覚えていくのが大事だと思いますね。ありがとうございました。730点超えるために英単語で英単語帳やって語彙を増やす、そして公式問題集をやり込んで書いてあるトイック特有の表現だったりフレーズ、これもしっかり暗記して完成度を高めていく、この勉強法によって730点超えることができると思いますので、ぜひ皆さん実践してください。今回は以上です。このチャンネルでは英語学習や留学、英語資格に関する情報を発信していきます。何か質問ですね、僕たちに聞きたいことがあったら、ぜひぜひコメント欄に残していってください。 Leave comments below.